色付きの部分がカナダ。北側の三領域のうちの東側に位置する水色の領域がヌナブト巡州。その中の最も北にアラートの記載がある。アラートはカナダ最北端ヌナブト巡州区域クター陸地域のエルズミーヤ島にある町。北緯82度28分00秒整形62度30分00秒。 北緯82.46667度整形62.50000度、82.46667-62.500 82. にあり、定住地としては世界最北。2016年のカナダ国勢調査によれば人口は62人。この他に軍用信号電波受信所とアラート空港を含むカナダ軍の施設や気象台、 全球大気観測の大気観測研究所の職員が駐在している。アラート空港は、高級的に設置されている空港としては、世界最北の空港。アラートの名前は、この町の1 0キロメートル沖合の場所で、イギリス海軍の巡洋艦、HMS アラートが1875年から76年にかけて越冬したことに由来する。 1950年に気象台が設置されるが、同年には、カナダ空軍のアブロランカスターが、補給物資の投下中に、墜落、9名が死亡する事故が起きている。1958年に、軍の基地が設置された。1991年10月30日にも C-130 輸送機が着陸に失敗し、過酷な条件の救助活動の中で、 上院18名のうち4名が死亡する事故が起きている。リチャード・チェンバレン主演のビデオ映画、北極への挑戦はこの事故を題材としたものである。エルズミーア島北東端、シェリダン岬の西1 2トルに位置し、臨海海に面する。北極点まで約8 3 0トル。カナダ国内の都市の中で最も近いイカルイトからは約2 1 0 0トル離れている。 周囲は険しい丘と谷が続く地形で、海は一年中氷に覆われている。2月の平均最低気温は低接市40度近くに達し、また7月の平均最高気温も接市6度程度しかない。3月下旬から9月中旬までは、白夜が続き、うち4月中旬から8月にかけては太陽が全く沈まない。逆に9月下旬から2月下旬までは、 太陽が地平線から出ることがない極夜が続く。降水量は少ない。ありがとうございます。